皆さん、こんにちは。サクラチップスは日本語リスニングのポッドキャストです。今日のテーマは旅行から帰ってきたについてです。私は先週旅行に行っていました。場所は 九州という地域です。九州は日本の西側にあります。九州で一番大きい地域は福岡県の博多という場所です。私は九州の宮崎県、鹿児島県、 熊本県、福岡県に行きました。四つの県ですね。当初の予定は、福岡県ではなく、大分県に行く予定でした。ですが、ちょうど私が旅行をしている時に、大きな台風が 九州に近づいてきました。台風が来ると飛行機や新幹線などの交通機関はストップしてしまいます。そして高速道路もストップします。なのでいろいろ考えた結果 大分県をやめて福岡県にしました。そして私が帰る予定だった日にちょうど台風が最も近づいていたので私が乗るはずだった飛行機はキャンセルになりました。なので一日 九州に長くいました。その時は急遽こうホテルを取ったり新しい飛行機を取ったりとまあいろいろ忙しかったのですが今振り返ってみるとそれはそれで楽しかったなと思います。そのおかげで 福岡にも行くことができましたし、この福岡で泊まったホテルが本当に素晴らしいホテルだったので、まあ、そこのホテルで、こう、プールがあったので、泳いだり、温泉に浸かったりと、まあ、楽しい思い出ができました。もちろん、予想外の 出費。つまり、本当は使うはずのなかったお金を使ってしまったということではあるんですけれども、まあ、人生はね、そんなに何もかも予定通りに、思い通りに行くわけではないので、まあ、こういうことも旅の醍醐味かなと思って、まあ、楽しみました。 にに旅行に行ってよかってかたです。私はこれからもお金を経験や思い出に変えていきたいと思っているのでまた次の旅行も計画したいなと思いますみなさんは次の旅行はどこに行く予定ですかそれでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。 If you want to help us continue to create podcasts like this, please consider making a small monthly contribution at sakratips.com. You can get Japanese chair twice a month. Check the description box. Ja matane